ちょうだーい、やれ。警視庁の第99代警視総監に緒方良美氏が就任しました。緒方氏は福岡県福岡市出身で、1987年に警察庁に入庁し、京都府警本部長や警察庁生活安全局長などを歴任し、2022年8月から警察庁次長を務めました。創立150年を迎えた警視庁のトップとして、首都東京の治安維持に当たります。本日付で警視総監を拝命いたしました緒方でございます。どうぞよろしくお願いいたします。1400万都民の安全と安心を守るとともに、国の治安の維持に貢献するという任務の重さに改めて身の引き締まる思いでおります。近年社会が大きく変化する中で、人々の価値観や生き方も多様化しており、警察に求めるものも一様ではなく、しかも絶えず変わりゆくものであります。警察には人々のこうした思いをきめ細やかに感じ取り、その思いや願いに応えることが求められていると認識しております。あらゆる警察活動は都民の信頼の上にのみ成り立つものであることを肝に銘じ、4万6千人の職員とともに都民の声に謙虚に向き合いながら、緻密かつ適正な警察活動の実践を通じて、常に都民に寄り添い、都民から信頼される警視庁であり続けられるよう力を尽くしてまいりたいと考えております。警視庁は自治体警察であるとともに、首都東京の治安維持という役割を担っており、他の道府県警察を凌駕する圧倒的なマンパワーと、多くの事件事故等の経験に裏付けられた豊富な知識と高い技術を有しております。こうした経験値を他の道府県警察と共有することで、日本警察全体の力の向上に寄与できればと考えております。また世界的なメガシティでもある東京は、他の地域に先んじて変化の波にさらされ、そのスピードも激しいものがあります。良好な治安を維持するためには、変化の兆しを捉えて、変化の先にあるものを見据え、今なすべきことに果敢に取り組んでまいりたいと思います。こうした取り組みが他の道府県警察の参考となれば幸いであります。振る舞いにおいても結果においても他の模範となる存在でありたいと思います。さらに必要とあらば、その持てる人的物的リソースを活用して、国の治安の維持、国民の安全と安心を守るための貢献も求められているものと認識しております。今回の能登半島地震に際しても、広域緊急援助隊をはじめ多数の職員を被災地に派遣しております。いざという時に頼りになる存在でありたい、そのための力を保持し続けたいと思っております。警視庁は首都特有の治安事象への対処をはじめ、多種多様な事件事故等の取り扱いを通じて確かな実績を積み重ねてきており、そのことは警視庁の誇りとするところであります。しかしながら、過去の成功体験に安住していたのでは、いつの間にか社会の変化に遅れを取り、あるいは都民国民の意識との間でずれが生じかねません。失敗から学ぶのは当然でありますが、成功からも学びを得て、絶えず改善を続ける真摯さと貪欲さを失ってはならないと自戒しております。また都民が警察に求めるものは一様ではなく、しかも絶えず変わりゆくものであることを前提に、人々の思いをきめ細やかに感じ取る力と、人々の思いや願いに応える力を、これからもさらに磨き続けてまいりたいと思います。そのためには、警視庁自体が一人一人の職員の持つ個性を尊重し、個々の職員がそれぞれの持ち場で
持てる能力を十分に発揮し、足らざるところを補い合いながら組織としての総合力を高めていくことが大切であります。異なる個性を持つ多様な職員の目と耳があればこそ、都民のさまざまな思いを組み上げることが可能となり、職員の多彩で多様な能力をもってすれば、都民のさまざまな思いや願いを叶えることも可能となります。4万6000人の個性と多様性を力に変える組織であり続けたいと考えております。この20年の間に都内における犯罪発生件数や交通事故者数は大きく減少しておりますが、それによって本来もたらされるはずの安心感が十分に得られているとは言えず、むしろ都民の間には現在及び将来の治安に対する不安感が膨らんでいるように思います。その背景には、犯罪の舞台あるいは犯罪の手段が現実空間からサイバー空間に広がっていること、 SNS における犯罪実行者募集の呼びかけに若者が簡単に応じるなど、犯罪を実行するあるいは犯罪に加担する心理的物理的ハードルが下がっていること、高齢者や女性、子どもなど犯罪から自分の身を守る手段が限られているものが標的とされていることなど、看過しがたい治安構造の変化が認められます。こうした点を踏まえて、サイバー空間における脅威への対処、特殊詐欺対策とその裏で暗躍する匿名流動型犯罪グループの実態解明、人身安全関連事案への対応を引き続き強力に進めていく必要があると考えております。また長期にわたり未解決のままとなっている重要事件については、被害者の無念、ご遺族、関係者の切なる思いを胸に解決に向けて力を尽くしてまいります。さらに今回の能登半島地震では、自然災害の脅威を改めて認識させられたところであります。地震や台風等の自然災害の発生それ自体を防止することは難しいことでありますが、災害による被害を最小限に抑え、救える命は確実に救うことができるよう、首都直下地震や富士山噴火をはじめ想定される災害の対応等に応じた準備を着実に進めてまいりたいと考えております。一方、退任した第98代警視総監を務めた小島博史氏は、これまでを振り返り思いを語りました。この度警視総監を退任いたしました。メディアの皆様方には警視庁の業務万般にわたりまして大変深いご理解とご協力を賜りましたことを改めて感謝を申し上げます。また警視庁がさまざまな事件、事故、災害などに対処するにあたりまして、都民、国民の皆様にも大変深いご理解とご協力を賜りましたことにつきましても、改めてこの場を借りて感謝を申し上げたいと、お礼申し上げたいというふうに思います。警視庁は今現在国内外非常に厳しい情勢であり、また変転著しいものがありますけれども、警視庁は懸命にその職責を果たすことを確保している組織でございます。引き続き警視庁をよろしくお願いいたします。この任期の時期でございますが、事件捜査という観点で言いますと、匿名性あるいは流動性、 SNS の利用、また社会的弱者に対する共感性の欠如というようなことを特徴とした犯罪が発生をいたしましたが、それをその警視庁の方でですね、大変検挙していたということで、また新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴いまして、社会経済活動が平常化し、大規模イベントなども増加したという中で、警視庁の総力を挙げて、それぞれ街頭の安全安心の確保をすることができたということが大変印象に残っているところであります。
また大変情勢の変化が日々厳しい中でですね、さまざまな事件事故災害にきめ細かく対処し、でまた対処するために日々備える緊張感というものは大変なものがございまして、まずはそのことについて警視庁職員に対して改めて感謝と敬意を申し上げたいと思います。警視庁の職員におかれては引き続きそれぞれの健康に留意をしていただいた上で、首都警察の機能でまた全国警察をリードする役割というものを引き続きしっかりと果たしていただきたいというふうに思います。